トランクスルーと、うんうん、何ですかこのリアボード、うん、まあトランクスルーは1mm、1mm で6箇所、うん、6箇所、うん、ちゃんとこっちです。こんな感じで6箇所外れたらもうスコって取れるの？うん、なんだね、外れます。こんな感じで、で、次に、ボードですね。置いてるだけやから。ああ、うん、それはね。これはもういらんね。普通多分ついてないと思う。うん、で、ここに、ボードの、うん。切れ目があるんですよ、うんうん。そこをシートベルト通してもらったら。これでもな、クォーター外さないといけるかな。まあ、やってみよう、うん。これをシートベルト、壊してもらって。うんで上引っ張ってる、うんうん、ちょっとピンで止まってるところはちょっと浮かして、うん、浮かしてで引っ張るだけやけど、うん、このクォーターが、うん、あかんからさっきまずクォーター外さないとダメですね、うん、クォーターを、まあ、モール取ってもらって、でここはもう手でいけんねん、うん、よいしょ、もう一箇所、やっぱりやっぱここを打つのかね、この最後の一箇所、うん、見えたん、うん、よいしょ、で、クォーターはここに最後引っかかりがあるから、ああ、これ気をつけてください、うん、まあ、ピンはこんな感じでね、5箇所止まってます、うん、で反対も同じようにね、取っていきます、よいしょ、で、奥の引っかけを、うん、これね、やっぱりこれ気をつけてください、うん、もう先に、もうピンは外してるから、うん、あとはもう抜くだけ、あ、ほんまや、でハイマウントの配線があるから、うん、その配線は押さえて引っ張る、うん、これはいつも定番だ、うん、定番の配線なんで簡単だと思います、よいしょ、さっきこれこれね、ここ映ってるから、うんうん、やばない、静電気、リアのスピーカーを外してる時に静電気でやられました動いて真ん中、うん、ほんまにめっちゃ真ん中についてます、ね、で、これが奥のガラスの縁のとこに引っ掛け部分、うん、が4箇所あります、だからピラーを外してピンを抜いて、うん、で差し込み部分を抜く、うん、こんな感じやね、で抜いてください、またこれもねヤフー出品していきたいと思います、うん、だからこれを外さなあかんかったのは、うん、ここに入ってたんや、入ってるからここにね、うん、そうそうそう、こんな感じで、うん、だから、うん、クォーターは外してください、またチャンネル登録お願いします、これも